エヴァニ・エヴァノラは、オーストラリアの俳優、モデル、メルボルン出身。幼少期からスポーツに親しみ、元プロである父親から、ボクシングのトレーニングを受けていた。また、フットボールチームにも所属していた。創作意欲を持たせようとした両親の意図から、小学校時代は、校内劇に出演しており、演技に関心を寄せていた。高校では、スポーツに専念。 オーストラリアンフットボールリーグに参戦し、最終予選まで勝ち残ったほか、週のボクシング大会では優勝を記録した。高校卒業後は、友人らと1年間ヨーロッパを旅した後、演劇の活動に集中するために、メルボルンのフィルムスクールに所属した。同スクール時代にスカウトを受け、在学中からモデルとして活動。その後、 シドニーを本格的な活動拠点とした後に飛べ、自身の活動拠点をロサンゼルスに移した。2019年には、新スタートレックの後日端を描いた、テレビドラマ、スタートレック、ピカードにおける、エルノア役に抜擢された。ニュージーランド人の母親と、キプロス共和国出身の父親を持つ。また、7人兄弟の末息子で、母親は、マオリ族の末裔である。 2021年現在、女性と交際している。映画界における不平等な賃金と機会を向上させたいという意識を持っている。フィジーへのバカンスが好きであると明言している。また、自家製のパスタ作りや、キャンティを飲みながらのテレビ鑑賞や読書を好む。自身と登場人物との間に共通点を見つけるようにしており、とりわけ、スタートレック、ピカードのエルノアには、 親近感を抱いているとインタビューで語った。ありがとうございます。